ゴー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 、おー来たよ、これは来たんだよ。2、3体ポン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 、おー2体、はい、どうもみそこんにちは、たよです。今日もジャンプチやっていきたいなと思います。いや皆さん、お久しぶりのジャンプチ動画になりますね。どうですか皆さん、ジャンプチの調子はいかがですか。まあ個人的なところでいくとですね、まあ最近動画の方はね、まあ、出してなかったわけなんですけども、まあ正直なところ言うと、まあ、モチベーション的にはまあ始めたことよりは、まあちょっと下がってますが、っていうのも、まあ一応ね、まあ新しいキャラクターが続々と、まあ登場してくれるのは、嬉しいところもあるんですが、まあ、逆に毎週ね、まあガチャを引くわけにもいかないので、まあそこはね、ちょっと難しいなっていうところもありますし、まあジャンプチ、うん、まあ、やってるユーザーの方もね、ちょっと減ってきちゃったのかななんて、思います。まあ、チームメンバーの中にも、あとはフレンドの中にもね、まあ、ログインしてない方も、まあ、ちょっと増えてきたりとかして、まあ、確かに、まあ、マンネリ化じゃないんですけども、まあ、そこら辺はね、まあ、否めないかなっていうところもあるんですが、まあ、まったりね、やっていこうかなっていったところですね。まあ、今年に限っても、まあ、いろんなね、アプリの方も出てきてますので、で、ジャンプの、また別のアプリもね、出てたわけなんですけども、あっちはね、ちょっと自分には合わないかなーって感じがしました。うん。なので、そうですね。まあ、離れていく方は、まあ、しょうがないかなっていうところもありますし、まあ、あとはね、この運営の方がどのぐらい盛り上げてくれるかっていったところが、まあ、肝になってくるかなっていったところですかね。で、今ね、あの特別イベントっていうのが、まあ、右下にね、追加されてて、まあ、ついにね、まあ、衣装要素が入ってきました。で、こちらは、ある一定のキャラクターの衣装を、まあ、水着にね、変えちゃうぞっていう、まあ、ところなんですけども、まあ、あとね、このジャンプチの最近の流れとしては、まあ、とにかくガチャが多いっていうところかな。あとは、その究極に関して、まあ、究極前にね、まあ、必ず、なんでしょう、まあ、ピックアップガチャ来てくれるのは嬉しいんですけども、まあ、そのキャラにこのガチャ、そのキャラにそのガチャっていうのが、まあ、なかなかきついかなーなんて、思いますね。まあ、ある程度キャラクターを育てていけば、まあ、使えるよっていうんだったらいいんですが、まあ今のところね、このジャンプチ、まあどんどんギミックが今増えてる状況でして、新しいキャラクター、まあ新しいギミックに対応できるスキルが、ないと、まあ、クリアしづらいかなっていうところも増えてきてますので、まあそういったところでね、まあ今からやる人に限っては、まあ難しいところもあるのかなーなんて思いますね。まあもちろん初期から始めてる方も、まあ今ね、まあ、どのようなモチベーションを保ってられるか、わからないんですけども、まあもちろん面白いですよって方もいれば、なんかちょっとなっていう方もいるとは思うんですけども、まあ、自分の今のモチベーション的には、まあ一番最初に 100% だとしたら、まあ7割程度、6割、7割くらいかな。っていうのもまあ、他のゲームをね、いろいろやりたいのが増えてきて、まあ、そちらもやったりとかっていうのも増えてきてますので、まあ、そこら辺はね、ご理解とご了承の方をお願いします。で、話はね、だいぶ長くなったんですけども、まあ、今回は、またガチャなんですけども、ま、結局ガチャなのかっていうことになるんですが、まあ、今回はですね、また月曜日といったところで、まあ、新英雄祭ガチャ、まあ、こちら毎週月曜日開催されてるんですけども、まあ、今回のピックアップキャラクターが、まあ、雪平相馬。まあ、直撃の相馬ですよね。まあ、こちらも結構有名な作品なので皆さんわかるんじゃないでしょうか。あとは、まあ、こちらはね、
かなり前の、まあ、漫画、そしてアニメになるんですけども、まあ、ヒカルの碁から、ヒカルですね。で、こちら囲碁の、漫画、アニメになってるんですけども、まあ、当時はね、結構人気あったんですけどね。で、今回はこちらのガチャをね、ちょっと引いて、まあ、新キャラ当てていこうかなと思います。早速、10連回していきましょう。それではいきます。ガチャを引こう。さあどうだ。おー、まあそう甘くはないぞと。うん、あっさり終わりましたね。続いて20連目いきましょう。そんなにね甘くはないよと。ここで引いていきます。それではいきましょう。ガチャを引く。来たよ。これは来たね。2、3体ポン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 。おお、2体。これはいいよ。来るか来るか来るか。さあどうだ。おお、いいよ。どうだどうだ。貴様じゃないんだ。さあどうでしょうか。そっちか。圧倒的大敗。いや嘘でしょ。全然ピックアップ関係ないじゃん。まあ、星5に、まあ、ニューなんだけどね。今じゃないよね。この今の旬じゃないんだよね。はい。まあ、てな感じで、今回20連引いてみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、この前にもね、まあ、新キャラ、まあ、スケットダンスのイベントとかも来てたりして、まあ、ガチャがね、もう続いてるわけなんですけども、ちょっとね、このガチャばっかりね、まあ、来てるのもちょっとこう、っていうところがあるよね。まあ、皆さんがね、まあ、今どう思ってるかわからないんですけど、まあ、自分もね、このアプリ、リリース当初から始めてきて、まあ、しばらくね、経ったと思うんですけども、まあ、ここまで来てね、今やってる方がどう思ってるかわからないんですが、まあ、自分は若干のこのマンネリ化を、感じてきてるというか、まあ、そういったところはありますね。まあ、あと相変わらずね、決闘に関しては、まだね、解除されてないといったところで、まあ、そこまでね、どのぐらいのユーザーが保ってられるかっていうところが、肝ではないでしょうか。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。